三大漫画アニメスキンヘッド女性キャラ。私は事故で脳挫傷、脳がこぼれて、手術の結果髪の毛左側ありません。ですので探してみました。三人プラスおまけ。では三大漫画アニメスキンヘッド女性キャラ。一人目、漫画版銀河英雄伝説ルビンスカーヤ。小説アニメ版の実質ラスボスルビンスキー。漫画版はなぜか女性になりました。女性は変わってるのに坊主のまま。なお打ち切りにより理由は不明。二つ目、重戦機ヘルガイム。マーハル・セヌーマ。実は滅亡した国の王子様だったダバ・マイロードによるロボット大戦機。そして敵側の幹部がおりまして、通称13人衆。でも幹部が何人か死んだので何人か補充。おや、後ろにちょろっと紙ありますね。ちょっと強くて忠誠心がある人です。以上、脇役です。3つ目、サイコアーマーゴーバリアンメリア。マジンガー Z やデビルマンでおなじみ長い子グループのロボアニメ。ちなみに裏番組が9番、うるせえだっちゃ。メリア、敵側の勇敢な戦士。戦ってるうちに主人公を愛してしまう。でも超強力的な敵と相打ち死亡。生まれ変わったらあなたとまた会いたい。メリアー、髪なくても愛していいんだ。そういえばラーメンハゲで有名なラーメン最有機、実写ドラマになりましたが、ラーメンハゲの役は鈴木京香さんでした。鈴木京香さん、さすがにしませんよね。